グレゴリー・ヘルムズ、グレゴリー・ヘルムズ、グレゴーリー・シャネ・ヘルムズ、1974年7月12日隊は、アメリカ合衆国のプロレスラー。ノースカロライナ州、ローリー出身。ザ・ハリケーンのリングネームで知られる。学生時代にレスリングで下地を作り、1991年に地元ノースカロライナのインディー団体 CCWA にて、キッド・ビシャスのリングネームでデビュー。その後、マット・ハーディが主催するオメガ・オーガニゼーション・オブ・モダン・エクストリーム・グラパリング・アーツなどのカロライナ地区のインディー団体で活動していた。1999年、オメガレスリング時代の盟友シャノン・ムーアと共に WCW と契約。シェーン・ヘルムズの名で、ムーア&エヴァン・カレージャスとアイドル系、ヒールユニット、3カウントを結成。ヤング・ドラゴンズ、カズハヤシ、ジミー・ヤン、ジェイミーさんと構想を展開する。3カウントは、バックストリート・ボーイズや、インシンクをパロディ化したユニットで、当時、WCW のブッカーだったジミー・ハートがプロデュースし、タンク・アボットが彼らのボディーガード役を務めた。3カウント脱退後は、ベビーフェイスに転向し、2001年3月18日に行われた WCW グリードの試合でチャボ・ゲレロ・ジュニアを破り、WCW クルーザー級王座を獲得、WCW 最後のクルーザー級王者となった。2001年の WCW 崩壊後は WWE、当時 WWF と契約。当初は WCW 時代と同じキャラクターだったが、ストーンコールドスティーブ・オースチンのスキット上でのアドバイスにより、アメコミのヒーロー、グリーンランタンを意識したスーパーヒーローギミックのハリケーン・ヘルムズに変身する。初期は顔にペイントを施していたが、後に覆面レスラーとなり、リングネームもザ・ハリケーンに改めた。普段は、デイリー・グローブ社のシェーン・ヘルムズ記者を名乗りレスラーの取材活動を行い、試合の際に変身するという設定で、会場には、ハリサイクル、ハーサイクルなるマシンに乗りて来場。当時は、アライアンスのメンバーであったことから、ヒールのポジションで、スパイク・ダットリーのギミック上の恋人モーリー・ホーリーを奪い、スーパーヒロインのマイティ・モーリー、マイティ・モリーに変身させて、自身の助手として帯同した後に、マイティ・モーリーは、レスルマニア18のハードコア戦において、バックステージでハリケーンをフォールし、彼からハードコア王座を奪取している。アライアンス消滅後は、ベビーフェイスに転向。2002年5月16日、田尻、ビリー・キッドマンとの3ウェイ戦を制し、WWE クルーザー級王座を獲得。王座陥落後は RAW に移籍し、短期間ながら、ケインとのマスクマンタッグチーム、ハリケイン、ハーカネを結成。9月23日にアンチアメリカンズのクリスチャン&ランスストームをし世界タッグ王座も獲得した。2003年秋からはロージーがパートナーとなり、2005年5月1日のバックラッシュにて世界タッグ王座に返り咲いた。タッグ王座獲得後は、ステイシー・キーブラーも一時的にチームに加入していい。2005年10月、アメリカが度重なるハリケーンの被害に遭ったため、改名を余儀なくされ、ギミックチェンジとともにヒールターンを決行。マスクマンから素顔に戻り、リングネームも本名に戻した。同年12月12日には、田尻の WWE 最後の試合の対戦相手を務めている。2006年1月29日のロイヤルランブルにおいて、RAW 所属のままクルーザー級王者となり、その翌週スマックダウンへ移籍。翌2007年2月18日のノーウェイアウトでチャボ、ゲレロに敗れるまで、ルーザー王座を保持した。同年5月、脛骨にひびが入る怪我を負い、頚椎固定手術を受けリハビリのために、長期欠場。2008年秋頃から、スマックダウンにて、リング上で、ヒール選手がマイクアピールなどをしているときに、画面隅に顔映像だけ登場し、その選手に対して二言三言、大抵は皮肉めいた、コメントを出し消えるという形で、番組復帰する、ハーポップスと呼ばれる。これに、MVP が不快感を示したことが伏線となり、12月に、ハリケーン・ヘルムズとしてのレスラー復帰戦で MVP と対決、復帰戦を勝利で飾った。続くシェルドン・ベンジャミン戦では、ザ・ハリケーン時代の決めポーズを出し、観客から歓声を浴びた。2009年の追加ドラフトにより、ECW へ移籍。移籍後しばらくは試合は行わず、バックステージのインタビュアーとして活動した、ハリケーン時代の取材記者ギミックを踏襲した役どころで、首の回復が思わしくなく、完治するまでの措置とされた。マーク・ヘンリーをインタビュー中、隣で、スタッフが巨大な貨物を運んでいる最中、下敷きになってしまう事故がアングルとして発生。そこに、ハリケーン時代のコスチュームで登場し、スタッフを救助したことがある。その後も何度か番組収録中にグリーンガイが登場し、ハリケーンのギミック復帰を伺わせた。8月11日の収録では、ポール・バーチルに攻撃される、吉達を助けるスーパーヒーローとしてリングに登場。その後は本格的に復帰して、バーチルと抗争を繰り広げ、11月には、ハリケーンのマスクとバーチルの ECW 追放をかけた一戦に勝利したが、2010年2月26日に WWE を解雇された。その1ヶ月前の1月27日、ケンタッキー州フォート、ミッチェルのバーで、クリス・ジェリコと他の客に暴行したとして、ジェリコと共に逮捕されている。WWE 解雇後は、アメリカのインディー団体を転戦しており、2010年10月には、ハリケーンのギミックでジャポに登場した。2011年1月10日には、ルチャリーブル USA に、シェーン・ヘルムズ名義で参戦し、マルコ・コルレオネとタッグを結成。PWG や CWF、キャロル・イナ・レスリング・フェデレーションなどの団体にもスポット参戦した。2011年6月9日には、スマッシュ16にて、田尻と対戦する予定だったが、来日前の5月5日に、バイク事故を起こし、足首や鼻などを骨折して200針縫う、大怪我を負い、参戦中止となった。2018年1月28日、WWE ロイヤルランブル2018にて、約8年ぶりに出場を果たす。ロイヤルランブルマッチにて21番手で登場。20番手のジョン・シナと対峙して、チョークスラムを見舞おうとするが返されて落とされ、脱落となった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。